なんかちょっと波、潮の加減で波良くなってきましたね。ちょっとチャンスですよ、これは。チューブありのセッションになるのかな。サスケ選手もいますし、もうね、地元のローカルジュニアオープンチャンピオンもいますしね。花市っていうね、うどん屋さんがあって、そこ美味しいですので、ぜひ皆さん行ってほしいですね。はい、1本目行きましたね。ちょっと速い波で走ってアートアクションできなかった。あ、サスケ選手カーブから、あ、セクションなかったですね。あ、トム選手も来ましたね。笹田トム選手です。種子島のね、あのプロトライル出ますから、続々と選手集まってきました。おっと、高い位置でのリッピング、サスケ選手、あ、ツーヒット。やっぱ速いですよね、パンチが違います。格闘技やっとるぐらいですから、もう昔から本当に体が強くて、運動神経がズバ抜けてますからね。パドルレースもいつも一番でしたから、すごいですよね。はい、行きましたね、奥から。ファーストのエアリバー決めてからアクション張ってくるのか、まあ良かったんじゃないですか今の。おっと、あ、一番奥から行きましたよ。で、またエア。あー、プールからやっぱりエアがね、タイミング取れ出して、やっぱりプールで行くべきですよね。エアのマニューバーしっかり同じ波でできるので、反復練習ができるというのはプールだけですから。やっぱ本当、あ、笹田トム選手ですね。お、笹田トム選手、おっとチューブ狙いましたね。笹田と、おお、今バックサイドよかったんじゃないですか。選手でしょうね、この動きは。違うな。はい、行きました。カーブしてでエア狙ってますね。わっと、いいですね、この動きが。もうメイクできてないんですけど、いいんじゃないでしょうかね、練習的には。笹田トム選手ですね。この選手はね、いい波見つけるのが本当にうまい選手ですね。行きましたね。あーっと、エア狙ったはずが、タイミングずれたのか、フィンアウト。で、エア。あ、これで決めたら、おーっと、なんかギリ、立とうとして前に出ようとしたのがね、すごくいいですね。ああいうね、練習がね、絶対試合で役立つので、うわっとやめずに、しっかり前に出る。それを毎回毎回癖にしちゃって、考えずにできるようになったらもう最高ですよね。行きました。ちょっと手前の波ですけどと決まれ、おっと、いいんじゃないですか。なんか本当にちょっとね、プール行ってからリズムができてきて、エアのメイク率上がってきたっていうか、飛ぶセクションが見えるようになってきましたね。はい、行きましたよ。おっと、今のね、高さあったんですよね。前に出たら最高でしたね。あっと、トリッキーな技、サスケ選手。トム選手、あ、チューブ狙ったけど掘れたとこヒットで、ツーターン、いいんじゃないですかこれ。今の良かったな、良かったですよ今の。あっと、サスケ選手と前に、あっと、前に出たら良かった。トリッキーですね。しかし縦の動きはすごいですね。早い早い、ツーターン、あーっとと行きましたよ、奥の。こっから掘れる、あーっと、思ったようには掘れなかったか。ツーターンと行きましたよ。あー、早いかな。あー、早い。おっ、バックサイドうまいですね、トムは。おっと、チューブ抜けました。あ、行きましたよ。あっと、早い、波が速かった。ワンターン、ツーターンと、最後
おっと前に、おっと出たらすごいですね、本当にパンチが違いますよ、やっぱり他の選手と。とメイクしましたね、これで帰ってくるかな。本当良くなりましたね、プール効果ですね、これは。もう絶対プールがいいです、月1で行ったらだいぶ変わるんでしょうね。もっと近くにあったらね、本当にね、月1とかでしっかりやったら相当ね、スキルアップできそうですね、プールっていうのは。はい、上がってきますね、これは。と行きましたよ、これ張っとるな、目は行くでしょ。あーっと、まずヒットいいんじゃないですか、これで。あーっと、このツータン良かったな、いいと思いますね。とくるリンパ、はい、行きましたよ。はい、あーっと、チューブ狙いだ。行きましたよ、これ。おっと、あー、もったいなー。今、いい波見えましたけどね。と、こっから張ってくるかな。張らない、張るんか。お、ボトムターン、今、良かったですね。張らないけど。ここでセクションがあるといいんだけど。目の前に出る。あー、上がってきますね。めっちゃ寒いです、今日。しかし、寒い。これね、ビーチドデイズのね、あのポンチョあったから助かったけど、なかったら震え上がってましたね。これはね、ビーチドデイズのポンチョは雨降っても助かるし、最高です、こういう時。カメラと一緒にいつもリックに入れてんですけどね。今日は助かりました。